る。東京美意識調査隊、今東京で人気のある髪色を調査していきたいと思います。今したい髪色ってありますか？アッシュ、明るいアッシュ。はい、暗めのアッシュでグラデーション。グラデーションいいね。可愛いですよね。今したい髪色とかありますか？したいです。あ、ちょっと明るくしたい。同じです。明るくしたい。高速的にダメだった。染めちゃダメとか脱色しちゃダメってある。でももうちょっと明るくはしてみたいかな。ピンク系は結構好きなので、ピンクアッシュとか。どうやろう、またピンクブラウンに。あ、なるほど。したいですね。はい、暗めで。暗め抜けちゃうから。はい、ありがとうございます。1日だけだったら赤とか青とか金とか。1日だけだったら1日だけだったら。でも普通に茶髪。ピンクです。奇抜な。私は紫にしたい。今したい髪色、はい。あ、グラデーションから。はい、でも多分私がオレンジ系とかが苦手なので、多分やるなら緑とかアッシュ系を入れたりとか。でもグレーとかアッシュ系にしてみたいなと。はい、人生で1回ぐらいはなんか染めてみたいなっていう希望は。ブリーチして、あとハイライトとか入れたい。はいはいはい。じゃ結構奇抜な感じがする。そうですね、うん、私なんか一生黒髪でいようって思ってるんですけど。はいはい、前は染めてたんです。染めてないです。一回も染めたことないんですけど、はい、染めるんだったらグレージュに一回してみたいな。はい、僕が美容師になった10年前からもうアッシュはすごい人気でしたね。確かに可愛いしおしゃれですもんね。ちなみに私もいつもアッシュしてます。はい、ただ皆さんに知っておいていただきたいことは、アッシュ系もピンクっぽい色もやっぱり染めて 1ヶ月から2ヶ月してしまうと落ちてしまうんですよ。で落ちたらやっぱオレンジっぽくなっちゃうし、まあ、髪の毛黄色っぽくなったりもするので、だからみんなそれが嫌だから定期的にカラーして染めたりするんですけど、やっぱりカラーは繰り返せば繰り返すほどやっぱ髪の毛傷めてしまうので、初めて髪の毛染めるよっていう人は担当する美容師さんとよく相談して髪の毛明るくするのか、本当に髪質を大事にしていくのかっていうのを、まあ、最初に決めた方がいいと思います。はい、動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。